林文子作馬の文章1前にも述べたとおり僕の家内はバスへの助給をしていたので言うことがバスへのあんちゃん並みで大工や左官屋たちと同じようになかなか元気がいいだから変にメソメソしないだけでもひどく助かるのだが金がなくなると 馬を食いたいと言って困る。馬とは桜肉のことで、一度僕の友人が検証当選祝いで、吉原へ僕たち夫妻を招待してくれたことがあったのだが、そこがちょうど馬肉を食わせるうちで、女房はそれを馬の肉とも知らず、二人前もペロリと平らげてしまった。うちへ帰ってきてから、おい、あれは馬の肉だぜ。 と教えてやると、いっとき呆れて目を見張っていたが、案外うまいものね、と感心していた。その馬の肉を食べてからというもの、金が少しばかり入ると、わざわざ遠くまで探しに行っては馬肉を買ってきたが、豚や牛よりなるほど安い。あなた、五郎太さんの話だと、パリってところは軒並みに馬肉屋さんがあるんですってね。 何でも馬の首の金管板が出てて時期わかるんですってよ。日本でも馬肉ありって書いてあるといいわね。女房の言うには普通の肉屋に「桜肉はありませんか?」って買いに行くと大体いい剣もほろろなのだが「病人がどうしても桜肉探してこい」って言うもんだからとかなんとか言うとしぶしぶ冷蔵庫から出してくれるというのであるが。 ななかかすると5つになる千代子まで鍋が出ると「うまくいたいよ」と値だる始末なので女のお客様なぞさすがは漱石さんの娘だけあると簡単するのだ漱石草石というのは僕の名前なのだがもちろん本名ではない。 女房が漱石先生にあやかるようにとつけてくれたものであるが、何としても立派なのは漱石の方で、草石というと、どうも荒れ地を連想してしまって、読むのに具合が悪いと友人たちは言ってくれるのである。昔はこれでも、少年読者の中にはなかなか幅を利かせたもので、岩の四郎といえば、少年たちに騒がれたものであったが、 さあ、名前を変えることにじったびくらいにもなるけれどあんまり解明しているとどれが自分の名前やら訳が分からなくなってしまう本名が一番いいよと言ってくれるやつもいるがこれは博物館行きのような名前だから嫌なのだ丹波寛右衛門と今どきこんな孤島のような名前をぶら下げて歩こうものならいい笑いもので 女房もこの名前だけは感心しないというのであった。だから雑文を書くと丹波漱石と署名するのであるが今どきの編集者って一体どの辺の名前でびっくりしてくれるのか見当がつかないのだ。岩の四郎でも売れないし丹波漱石では一口話が3つほど売れただけでこれではいかにやりくり上手な女房でも しゃくしを投げ出して泣き出すときがある。つらかろうと思うのは結局僕一人なので、その僕が何としても一口話三つでは慰めようもない始末だ。で、国へいっとき帰っていてくれと公理をまとめさせたこともしばしばなのだが、国へ帰っていても2週間もするとすぐのっそり帰ってくる。僕の友人たちは、 女房子どもを返すと仕事ができるというのであるが、僕の場合はどうもうまくいかない。帰って貧乏しながら女房子どもがそばにいると奮起する心がわくのであるが、女房子どもがいないとなると、まあまあと遊んでしまって何もしないのだ。いつかも女房が帰国した留守に、相良軍平という春妖会の絵描きが遊びに来て、 酒を飲みに外へ連れ出してくれたのだが、ちっともうまくはないのだ。郡平は、めめしいやつじゃのう、と僕の肩をどしどし叩きつけるのであったが、なんとしても性質だから仕方がない。帰りに新宿をおごってもらったのだが、チェリーという相方が、五つになる千代子そっくりなので、とうとう僕の方から謝ってしまって、 しばらくしばらくをやっちゃったのだが女房子供がいないとお通夜にお嬢郎介しているようでどうも仏にすまんような気がして仕方がない新宿も当節灰からになったものでまるで軍艦みたいな建物が増えている名前もスターだのチェリーだのまるでたばこを買うようなんだが煙と思えば罪はないと思っても 妙に胃の中へ風が吹き込んでくるように寂しいのだ。そのチェリーという相手は、そんな馬鹿な考えは捨ててしまって、あっさり私と遊んでいらっしゃい、というのであった。あっさりとは、どの程度を指して言うのか、僕にはわかるような気がするのであったが、めめしいことに、あっさりも何も、自分の娘によく似た。 ちじれげのチェリー女子は、どうもこちらで願い下げにしてもらいたいのだ。で、チェリー女子に、育児のない男だと罵られて、深夜の町へ出てしまい、その晩は妙に事件のある晩で、とうとう家へは帰らず、三十銭で朝日町のキッチン宿へ、僕は泊まってしまった。僕は一度、 このキッチン宿の生活を書いてみたいと思うのだが、はてどこからかかっていいか、とにかくそのうちものにしようとは思っている。うちの女房はそのうちというのが怠け者の通用性でいけないというのだ。履歴書でも書くつもりで書けというのであるが、小説を履歴書みたいに書くわけにもいかず、何しろ履歴書より面倒で、 使ってくれる率が少ないような気がするし、当てもないのに書くのは不安で仕方がない。当てもないのに書くのを馬鹿げたことだというと、魔の三平なぞは、そんなことを言っていては一生頼まれやしないというのであった。そうして、いかにたくさんのストックが必要であるかをバスケットの中から出してみせるのであったが、 そのストックの大半は恋文のようなもので文章をなしていないのだ。三平は芥川龍之介を尊敬しているのだけれども根っから頭のないやつで芥川のような俳句一つできない。君は芥川を崇拝しているようだがこれはどう思うかね。そう言って僕はスラスラと 次のような句を書きつけて三平に見せた。何しろ、日さえ当たれば、僕たちは暇なもので、言うことも多愛がないが、無名作家の途上も、なかなか風潮のあるものだと思ってもらわなければならぬ。硯冷えて、銭もなき、冬の日暮れかな。どうだいうん、さすがは阿久田川だ。 うまいものだね冗談言っちゃいけないよ。何でも冷たくありさえすりゃあ芥川の句だと思っているがこれは俺の金作だよ。まんざらでもないだろう。すると鼻くそをほじくっていた三平は急に居住まいを直してうなり声を上げながら「君人間は四季が近づくと訳のわからんものを書くもんだよ。 漱石も冷たいものを描くようじゃ案外こっくりが早いぜ。三平はこの「すずり冷えて」の苦がわからんというのであった。三門作家が懐でしてぼんやりしている気持ちわからんかねえといえばわからんというのでついにわかるわからんで一日中論戦したのであったが結局くたびれて二人とも腹がすいてしまい の三平の羽織を脱がせて女房に一六銀行に走ってもらったところやっと片手を打って三平のやつ少し分かりかけたよと探索したのだ。二間野三平は面白い男でロシアより俺の方が利口だというのであったその理由は十五歳の時から三十年計画を立てて 分子になろうとしたというのである。まだ三十年の期限はあと六カ年もあるのだから、悠々たるものだと威張っていた。満三十九歳になる老文学青年で、やたらにストックと失恋が増えるばかりで、まだ一人者なのだが、僕は魔の三平に惚れるような女は立派な女だと思う。三平の羽織を曲げてより一週間して、 すずりひえての句を激唱してやってきたのだが、僕は俳句どころではなく、その時僕は雑文を書いていたのだ。お天気がいいね。ああ。嫌に気のない返事だね。ところで、この間のすずりの句は大変いいじゃないか。今日は祝杯をあげに来たんだよ。いや、祝杯どころか。 天下分け目の戦いなんだ。どうして今、明日中にこの家を明け渡すか渡さんかの境目で、今奮闘中なのだ。悪く思わないでくれたまえ。そう言って、僕は机へ向かったものだ。すると三平は心配そうに座り込んで、一体どのくらいいりうなのだと言った。 どのくらいもこのくらいも大金なのだよ。できるだけやってみる覚悟さ。うん。それでは、この家を明け渡したらいいじゃないか。えそうだろう。その方がいいよ。僕だって明け渡したいのは山々だけれど、世間では大抵2、3ヶ月の敷金というものを取るよ。そんな遊んだ金が作れんからね。そうか。 困ったことだな。困ったことだよ。だからまあ、曲がりなりにもこんなものを書いているけれども、これも一種の履歴書みたいなもんで、こっちで大丈夫と思っても、向こうは何とも思っちゃくれんからね。ああ、いいことがあるよ。あのね、田舎新聞相手の通信社へ行けば、長短を問わず5円均一に買ってくれるうちがあるから。 そこへ、君のと俺のと、十っぺんばかし持って行ってみないかね僕にとって、大変耳寄りな話であった。で、僕は二十枚ばかり書いてしまった原稿を、再び五枚ずつに区切って、四つの原稿にして、三平の下宿へ連れ立って行ったのだ。小春日の大変のどかな陽気で、千代子は盛んに鍋を叩たたいて、 馬がいいいたいと言っている。僕は女房や子供に今日は必ず馬を買ってくるから腹をすかせて待っていろと外へ出たのだ三平の下宿は僕のうちより4丁くらいのところにあってくぼ地のアパートの屋根裏なのだが部屋の中には布団と机とバスケットという簡易生活で例のバスケットの中には 黄ばんだ原稿のストックがザクザク入っていた。三平はまるで紙幣束でもつかみ出すようなもったいさで、さて、童話なんかも混ぜていってみるかな、と、七しの花とか、ザクザク話とか、わけのわからない原稿を出して、僕のと一緒に風呂敷に包んだ。売れるかね売れるさ。 危ないな。いそう懐疑的になっちゃはダメだよ。えどうも七しの花だのザクザク話なんてのは記者の頭にピンとこないよ。そんなことを言えば芥川のかっぱだの屋来の花なんてピンとこないよ。だってそりゃあ芥川は君何にしても対価だからね。 三平はどうしても売ってみせると言って電車に乗っている間中画を張っていたが、通信社のある大きなビルジングの前に来ると、さすがに心怯えたのか。ねえ、大丈夫だよ。と、聞きもしないのに念を押して、僕の後から昇降機に入ってくるのだ。エレベーターガールが何階でございますかというと、 かえって僕の方がはっきりと、七回と言わなければならない。三平、どうしたんだ君が元気を出さないと、最初のきっかけが大事だぞ。うん、俺もそう思うんだが、汽車ってやつ、案外鋭いんでね。なんだ、自信がなくなったのか二人はぶつくさい言いながら、昇降機から降りて、 山かけ通信社というガラス戸を探して歩いた通信社はすぐ分かった受付へ行くと小さなたまり場に僕たちと兄足りがたく弟足りがたい無名の作家たちが四五人もたばこを吸って待っていた三平はたびたび来るのかやっと挨拶のできる仲間がいて指を出して三平がいるかといった合図をすると うんいるよ。とその仲間の一人はこっくりをして見せるのであった。二人はしばらく待たされた。においのいい婦人記者がどんどん先客の要件を片付けて、最後の三平や僕たちの時になると、もう今日は遅いのですけれども、この次にしていただけませんでしょうか。と言った。たまり場の柱時計は4時を回っている。 三平はニコニコして立ち上がると、いかにももの慣れた口調で、実は僕たち歩いてきたんですが、一んでも都合していただけないでしょうか。助かるんですがなあ、と言った。すると気の弱い婦人記者と見えて、編集室へ入るとしばらくして、では、これだけで、と言って、ついに三平の、 ばなしという14まいのものを3えんでかってくれたのであるぼくは少々ゆううつになったさんいはさんいでそれでもとくいげにとにかくぼくのげんこうがうれるのだからつよきなものだようんすると1まい25せんのげんこうだねそうなるかなだがざくざくばなしも2じかんでかいたんだから まあいいさ。「帰りは酒好きな二人だ。三円というどっちつかずの金は何とも致し方がない。でもちろん三円は三円なりの祝杯でもあげようということになり屋台のうなぎ屋で肝をつつきながら二円がとこ僕たちは飲んでしまった。3 馬を買って帰らなかったのはもちろん、帰りには三平と殴り合いなど始めたりして、さんざ々んメートルを上げて帰ったのが夜中の一時で、千代子はよく眠っていたが、眠っても眠りきれないのは女房だった。女房の言うには、あんな嘘は言わないでくれというのである。あなたが嘘を言ったばかりに、私は馬の絵を二三十匹も描いて、 地くをだましていたというのだ「早くお父ちゃん馬を買ってくゆうといいねおみちょでぐちぐち炊いてうまいよ」っていつまででも待ってんですものかわいそうじゃありませんかそれに家主の冴くんたち井戸端で時々様子をうかがってんですもの出るにも入るにも私ヒヤヒヤしてるじゃありませんか いちいちもっともなので、酔いもいっぺんに冷めてしまったが、なるほど、あの三円のうち、一円も借りてきて、馬肉を買ってきてやるんだったのに、後悔先に立たずで、なんともいたしかたがない。千代子はよだれを流して眠っている。大方、馬を食っている夢でも見ているのだろう。夜分はなかなか寒い。 墨なしで随分頑張っているが、これとても相場なんとか方法を考えなければならないし、僕は考えあぐねて大の字になったが、考え疲れたものと見え、そのまま朝まで眠り込んでしまった。さて、今日はいよいよ家屋明け渡しの日だ。飛び起きると枕元で千代子が字を書いて遊んでいる。 わけのわからない字だが、じっと見ていると、胸が熱くなってくる。こんな仕事なんかやめて、はっきりした職業について、女房子供を養うのが本当だと思った。何時ごろだか、時計がないので日ざしの具合で時間を計る。もう十二時近くらしい。千代子ちゃん、ご飯はんは いっぱい食べたのよ。そうかい。お母ちゃんは？女房の気配がなかった。お使いに行った様子もないのだが。顔を洗おうと思って、井戸端へ出ると背の低い家主がごめんなさい。丹波さんいますか？と言っていた。いやあ、おはようございます。どうです。いい天気ですな。 と、せいぜいお愛嬌を振りまいたつもりであったが家主はにがむしかみつぶしたような顔をして「今も便所のくみ取り屋が来てあなたのとこに45円も貸しになったから取ってくれと言ってくるし毎晩ろうそくをとぼされたんじゃ危なくてしようがないし今日はまあ、どんなことがあっても引っ越してもらわにはなりませんな」。 私も水郷で家を建ったんじゃありませんからね。ごもっともです。僕もこの家主が水郷で家を建っているとは思わないのだが、ないでは触れぬで、何としてもいたしかたがない。ゆうべもご近所の話では、だいぶ景気よく酔っ払っておいでの様子で、人生は酒に限るよ、と夜ふけまでどなっていられたとか聞きまして。 つい私ただってムッとするじゃありませんか。ねえ、そうでしょう。まずお家賃をお入れになってから酔っ払っていただかないことにゃ、私の方でひやがってしまいますよ。ごもっともです。ただごもっともごもっともで感心されたんじゃ困りますよ。今日はどんなことがあっても一つ、明け渡していただきたいので上がりましたがね。ええ、ごもっともですが。 二を運ぶにも一銭もない始末で。冗談じゃない。そう言っちゃあ失礼だが、お荷物とおっしゃるほどのもの、何もないじゃありませんか。そう言われれば、なるほどそうなのだが、家主も僕たちが引っ越していくまでは玄関でタバコを飲んでいると言って聞かないので、ついに腹を立てた僕は、通りすがりのクズ屋を呼び止めて、 机から鍋釜を1円76銭で売り飛ばして布団と千代子を抱いて間野三平の家へ引っ越していった間野は甲羅を干して自分の原稿を朗読していたが僕が下から「おい!」と呼ぶと僕の奇妙な姿を見て一切の様子を察したものと見えトントン降りてきた「どうだ邪魔でなかったら 一、二週間家族一同同居させてくれないかね。追い出されたのか。そうだよ。それに女房のやつ、今日に限って朝っぱらから家出するし、家主は僕たちが出て行くまで玄関でたばこを吸って籠城するというじゃないか。いや、実際途方にくれたよ。まあ、あがれ。 千代子は二階というものを知らないので、三平の部屋へ入っても四十平つくばって、父ちゃん、怖いよ、と言って聞かない。怖かないよ。ほら、誰だって鬼階にいるじゃないか。とあやしてやるんだが、そろそろ母親も恋しくなったんだろう。言うことを聞かないで困る。僕は三平に謝って千代子を泣かせるだけ泣かした。 この子は力いっぱい泣くとすぐくたびれて眠る癖があるのだ。案の定二三十分も声を張り上げて泣くと僕の着物にしっかりしがみついて眠り込んでしまった。どうにいったものだ。うまいものだろう。うん。男やもめが務まるよ。馬鹿にするな。だがね、作家になるにはさ、ええ。 一人も辛く、二人も辛しだね。うん、そんなもんだ。まだ魔の三平が、あと六カ年の間があるとしても、考えるとバカバカしいよ。本当だ。早く女房をもらって、なんとか楽しい生活も味わってみたいが、丹波漱石に落ちるんじゃ恐ろしいよ。ところで、どっか耳寄りな検証はないかね。 うん。大西社が五千円の検証をかけてるじゃないかいや、あれはダメだよ。話が大きすぎる。せいぜい五百円でいいよ。一体検証の比率ってものはどのくらいなのかね。挑戦としているようだけど、僕もその9のやつに何度か応募してみたが、当たった試しがない。ダメだね。そう。 して当選したやつと違わないんだがまお互いに運がないのさそうかもしれん私は千代子を寝かしつけてもう一度うちへ帰ってみたが早いことにもう貸し屋札が貼られている井戸端にいる林家のかみさんにうちの女房はここへ来ませんでしたでしょうかと尋ねた いいえ、お見かけいたしませんわ。それは困った。あんまり感じのよくない女将さんだが、僕は抵当して、引っ越し先へ女房が来るように頼んでおいた。どこへ行ったのか、一文無しなのはよく知っているが、行っていそうなあてがないのだ。まさか助給をしているはずがないと。第一あんな服装では、 雇いいはななから安心なのだ。閉めている帯も売ってしまって、反転着のような状態なのだ。ああ、実際、硯冷えて、銭もなき冬の日暮れかな。で、その硯さえも僕は本当は持っちゃいないのだ。四女房が、 三平のアパートへ訪ねてきたのは暗くなってからで千代子が起きてむずかっている最中だったニコニコしてはしご壇を登ってきたあなたとうとう空き家になっちゃったのねええバカ野郎どこ遊び歩いていたんだ遊び歩いてなんかいやしないわよ何ですか三平は ふけを新聞紙の上に払い落としながら、まあまあ、けんかせんでくれよ。俺がたまらんじゃないか。と、両手をうちわのようにあおいだ。ねえ、よく人のことを聞くもんよ。本当だ。三平が相づちを打った。女房の話によると、千代子をおもりしながら、近所の建築場によく行っていたのだが、 ちょうど女ばかりの地ならしがあったので、使ってくれないかと言ったら来てくれというので、今日は決心して朝早く酔いと負けに雇われていったというのである。一日働いて七十五銭もらったから、二十五銭がとこ馬を買ってきたというのだ。三平は嫌に感心してしまって、これが対価であったら、 偉大なゴシップになるんだがと悔しがったが、対価になったら女房をよいと負けにする必要もあるまい。きついだろうと言えば女房はなかなかずるいやつで、両手を上げたり下げたり格好だけ人並みにしていると、いは一人で上がったり下がったりしていて、一つも力がいらなかったと自慢していた。馬食べま お家へ帰って馬ぐちぐちにましょ」千代子が「家へ帰ると言って聞かなかったが僕たちはもうはや帰るうちもないのだだが楽しいことに友人も女房も子供も健在だその夜僕たちは不自由な独り者の,の鍋釜を拝借して飯を炊き馬の味噌にをつついて 自分たちの未来について論じ合った。今では三平のアパートにずるずるべったりに部屋を借りたが、たった2畳だけれども、親子3人を入れるに足りるし、部屋が狭いとなかなか暖かい。女房は紺を詰めてよいと負けによく通って行っている。三平と僕は千代子を連れては。 建築場の下道を通って散歩に出ることがあるのだが、ひなびたよいと負けの歌を聴いてくるたび、僕や三平は、なんとない発奮する気持ちを感じるのだ。まだ何も書いていないが、やがて何かいいものが書けるだろう。千代子も、もう二階の廊下を平気でどんどん歩けるようになった。